ジョン・テンタは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州、サレー出身の元プロレスラー、元オーズ力ー・プロレスラーとしては、アースクエイク、ジョン・テンタ、ビッグ・ジョン・テンタなどのリングネームで活躍した。力士時代の四個名は、コト・テン・ザン・トシカツ、コト・テン・オーノ・トシカツなどで、佐渡が学部屋に所属し、最高位は、東幕下43枚目。 元レスリングのカナダジュニアチャンピオンという肩書きを持ち、佐渡が学のスカウトを受け、1985年にルイジアーナ州立大学を中退。10月に来日して、佐渡が学部屋に入門。ことあまたの四個名で1985年11月場所にて、初土俵。以降、序の口、序二段、三段目でいずれも7戦全勝で優勝し、21連勝を達成。 1986年7月場所には、東幕下43枚目に昇進するも、場所前の6月27日に、愛知県一宮市の宿舎を無断で飛び出して、東京に戻った。7月1日に、佐渡が、学区が、東京都内で、古都天山と会い、戻るよう説得したが、古都天山の意志は固く、結局廃業することとなった。 こと天山は来日の2ヶ月後には早くも辞めたいと申し出ていて、異流を受けて思いとどまっていたが、言葉の障害や共同生活に馴染めないこと、食事が合わないなど、相撲生活に嫌気がさしていた。1986年1月場所後には日本人の恋人ができたが、共同生活では自由に会うこともできず、自由のない社会は嫌だと漏らすようになっていた。 幕下に昇進して、強い相手との稽古が多くなり、以前より勝てなくなったこと、足に怪我をしたことから将来に不安を感じていた。古都天山は、来日前、相撲界の古い習慣、しきたりはあまり聞かなかった。私も相撲を知らなかったし、親方も外国人を知らなかったと語った。佐渡が、学は、古都天山の才能に免じて、わがままを許すように部屋の衆に言い聞かせていたが、 脇の甘い育て方が裏目に出た結果となった。通訳との女性とは恋愛関係であり、横綱審議委員の山内正幸は、特別扱いは認められず、愛を取ったと語っている。一方、ロバートホワイティングの著書によると、怪我をした時の保証に関して親方から墓か,かし、回答を得られなかったことが廃業の決め手となったという。相撲廃業後すぐに、プロレス入りが噂され、 1986年7月4日の新日本プロレス、翌5日の全日本プロレスの興行に連日来場。新日本のワールドプロレスリング中継では、アントニオイノキと握手する姿が生放送されるなど、歓迎ムードであったのに対し、全日本に来場した際は、ジャイアントババとの接触もなく、あっさりしたものであったという。しかし、7月10日に全日本が天太の入団を発表。 この経緯には様々な説があるが、プロレスマスコミは、両団体が天秤にかけられるとは、プロレスも舐められたものだという胸の皮肉を込めた記事を書いている。テントのプロレス会医療を受け、相撲会に迷惑をかけて脱走して廃業したテントが、両国国技館で大手を振っては、力士の教育に悪いという観点から、日本相撲協会は1986年,年11月より、 全日本の両国国技館使用禁止を通達。1986年10月21日を最後に2004年7月18日まで、全日本は両国国技館大会を行うことはなかった。両国国技館使用禁止は、同年4月に和島大師がプロレス入りをしたのも大きい。デビュー戦は1987年5月1日、ジャイアントババとタッグを組んで、 ラッシャー・キムラ鶴見五郎と対戦した。このデビュー戦のリングコスチュームとシューズは天竜源一郎からプレゼントされた。同年9月には地元ブリティッシュコロンビア州のバンクーバーで、うわ、ヘビー級王座を、11月には同カナディアンヘビー級王座を獲得している。全日本在籍時の1987年には世界最強タッグ決定リーグ戦にも参加。 テンタのパートナーはアメリカでの実績が豊富なザグレート、歌舞伎が務めた。この時期、全日本に参戦していたブルーザーブロディは、テンタと対戦した際、テンタが持つ、アマレス仕込みの基礎と相撲で培った、瞬発力を見抜き、週刊プロレスの記者に、いい選手が入ったな。俺とあいつのシングルマッチで客が呼べる日も近いぜと、漏らし、テンタの、 プロレスラーとしての素質を高く評価していた。1989年により WWF に参戦し、当初はカナディアンアースクエイク、後にアースクエイクのリングネームでヒールとして活躍。マネージャーにジミー・ハート、パートナーにはディノブ・ラボーを迎え、ハルカ・ホーガンやアルティメット・ウォリアーと構想した。1991年からはタイフーンと ナチュラルディザスターズなる超大型タッグチームを結成、リージョン・オブ・ドゥームとも激闘を展開した。1991年には当時 WWF と提携していた SWS にも参戦。その際に北尾康二と対戦するが、二度目のシングル戦が後に語られる不穏試合となった。試合内容は北尾が開始当初から組み合わずに危険行為を繰り返し、なんとか天打は、 プロレスをしようとするも中盤からヒートアップ。逆に、北尾を投げ飛ばすなどを押す展開となる。結果として、天太に手出しできない北尾が試合中にレフェリーを、蹴り反則負けを先せ,せられた。敗北後、リングを降り手にしたマイクで、北尾は、八百町野郎この野郎。八百町ばっかりやりやがって、と発言。さらに観客に向かって、お前ら、こんなもの見て面白いのか。 と叫ぶなど、非常に後味の悪い結果となった。また控室にいた、船木正勝は、北尾がその後さらに当時の SWS 社長夫人に、暴言を吐き椅子を投げつけたと後日証言している。北尾とは1994年に再選するが、互いが終始生きり立つ展開となってあっけない幕切れとなるなど、後味の悪さは払拭できなかった。1992年からは、 ベビーフェイスに転校し、7月にタイフーンとのコンビでテッドデビアスと IRS のマネーインコーポレーテッドから WWF 世界タッグ王座を奪取した。その後は横綱との相撲マッチなども行うが、1993年に WWF を離脱する。1994年からは WCW に次アバランシュとして参戦。 ケビン・サリバンのダンジョン・オブ・ドゥームに加入し、前年に WCW に移籍していたハルク・ホーガンとの構渉を再開する。WCW ではザ・シャークとも名乗り、後に本名のジョン・テン・タメ義ギで1997年上期まで在籍するが、WWF 時代ほど活躍の機会には恵まれなかった。その間、1990年代中頃から後期に、 かけて、日本では、ウォー、新日本プロレス、UWF インターナショナルなどに参戦している。1998年からは再度、WWF に登場。マスクをかぶり、覆面レスラーのゴルガに変身し、クルガンやジャイアントシルバとの怪物軍団、ヒューマンオディティーズで活躍するも、1999年に解雇される。その後は、ヨーロッパで活動するが、 セミリタイヤ状態となり、フロリダ州サンフォードでプロレスリングスクールを運営していた。2001年4月、WWF のレッスルマニア X7 で行われたギミックバトルロイヤルにアースクエイクとして出場。2002年からは新体制になった全日本プロレスに登場。主に天竜源一郎とのタッグで活躍したが、2004年、体調不良を機に現役を引退。 2006年6月7日、フロリダで、膀胱癌のため42歳の若さで死去。格段優勝は所別成績。ありがとうございます。